はい、中井香です、今回はですね、あのマシュマロってご存知ですかね。匿名でツイッターからあのいろいろ質問だったりメッセージだったりを送れる機能なんですけれども、汚い言葉とか強めの言葉はカット、マシュマロになるんですねマシュマロになってその伏せ字になるんですけど、匿名だから何でも書けちゃうんですよ。普段めちゃめちゃ私のファンでも本当はこういうことに不満があるよとかいうことも結構書けちゃったりとかして、私はあのマシュマロのくせにえげつないなっていうことでよくねあのマシュマロを焼いてるんですけどっていうあの闇の深いあのツールなんですけど、今回はそのえげつないマシュマロをいっぱい返していきたいなと思います。私はセットアップを着てみたいと思っているんですが、どれが可愛いのか悩んでいて、おすすめはありますか？失敗しやすいんですよね。だからこう間違えるとちょっとパジャマみたいになっちゃったりとか、スタイルがねもともといいのが悪く見えちゃったりとか、そういうのしやすいので、あとワントーンコーデって意外にもちょっと難しくて、私もよく迷ったりするんですけど、インナーとか。まずはチェックとかどうですか？グレンチェックとかから始めてみたりするといい、やりやすいかも。あと失敗した時のために安いのから始めてみるね、いいと思います。グレールとかね、結構セットアップっていうカテゴリーでカテゴライズされてるぐらいあるので見てみてください。ぜひ。またプチプラコーデやってほしいですってのがありますね。何のブランドがいいとかね、またあったら教えてほしいんですけど、前回はグレールとか GU ユニクロでやったんですけど、まだ他にもあの島村とかやりたいなって思って、あとなんかちょっとジャンルを絞ってもいいかなと思ってるんですよね。例えばストリート縛りでお店からいくら以内で選んでくださいっていうのでもいいかなと思っているので、そういうのであのやっていけたらなと思っています。具体的な指示をしても独自判断をして暴走する後輩に手を焼いています。トラブルにならなければ温かく見守れるのですが、結局お客様を困らせるので非常に困っております。私のこと言ってるでも独自判断した方が多分早いと思ってるんじゃない。私はこの後輩の気持ちすごくわかるからあれなんだけど、例えばなんかこれって何々ですかって聞いた時にポンって返事が返ってくることって本当にないんですよ。まずダメかなって思ってることでもやってみればなんとかなったりするんですよねだからなんかやって適当にやってるわけではなくて、それはちゃんと自分で考えた上でこれはダメかなと思っても一回やってみて、後で止められたらやめようみたいな、消そうみたいな感じが私はすごいあの普通にナチュラルの思考でやってるので、相談してほしいんだったら相談してほしいって本人に直接言ったらどうですかっていう感じですねブランド名もう、ブランド名はい、ブランド名公表しましたもんね。はい、だって言ったらダメって言われるかもしれないし、私の場合オータプロとフローラとみたいないろんなところに各所連絡を取らないとダメって言われることの方が多いんですよ。だからもういい、やっちゃえダメって言われたら消そうっていうあの気持ちでねやってるんですけど、あのしっかりと怒られたのでそれは反省はしてます。はい、なので後輩ちゃんにはしっかりとそういう風に伝えてください。私は O 脚なのが悩みなんですが、リカちゃんの足はスラッとしてとっても綺麗。そんなことない。美脚の秘訣が知りたいです。マジで何もしてないっすこれ本当に何もしてないの、マジで本当に。なんかさ、よく言うじゃん、寝る前にストレッチしてますとかあ、8割嘘だと思っても私もうしないよ、そんなめんどくさい。でも最近はよく歩くかも、まあ、一駅分ぐらいだったら歩くかもなーっていう、あ、なんか気分がいい時はね歩けるかなって思うし、なんかそんなブクブク太ってるみたいな感じに思われないのは多分ダンスが一番大きいかなと思ってて、普通に好きなんですよ。だからなんか続けられるし、なんかレッスンとかリハ以外でも家で踊ってたりするし、もうお風呂でも裸で踊ってるし、それ聞いたりしてるんじゃないかなと思います。はい、
コーディネートで大事にしているポイントは、うん、女の子らしさを忘れないということですかね。メンズライクとか、うん、可愛いなって思うんですけど、ただ着てるとね、やっぱりね、ちょっとね、所作とかもなんかもう、もともとガサツのがもっとガサツになったりするので、こういうなんかリボンがついてたりとか、スカート、Aラインスカートとか、なんか女の子っぽさっていうのを絶対に取り入れるようにはしてます。なんですけど、私は最近ラテ女に寄ってきてるなと思ってラテ女というのはベージュ、茶色とかをよく使う人たちなんです。それって結局日本人にイエベが多いから、みんなそっちの方が似合うって自分で思って、肌の色が綺麗に見えるって思って今流行ってるのかなってすごい思うんですけど、私もイエベだし、なんかこういうね、ちょっと白じゃないけどくすんだ白みたいなのがすごい流行ってたりとか、ナチュラルなベージュブラウンっていうのがすごい今の流行りであるのはそういうことなのかなと思って、なので大事にしているポイントっていうのは、その日に気分が上がるような服を着るようにしています。はい。スキンケアもちょっと教えてほしいって一個言ってる。あ、スキンケアですか。スキンケアは最近ずっと3の三角のラインって言ったら分かるかな、三角の蓋のラインっていうのがあって、メイクさんがよくそれを使っているのを見て、私もそれにしたんですよ。だいたい2年半ぐらい付き合ったかなすごい一度に付き合ってたんですけど、イッサっていうすごいかっこいい人が現れてすごいいっぱい種類があるんです。乳液一つでも番号が振ってあって1から何まで、で私は7を使ってるんですけど、乳液で、化粧水はイプサ のミラーになってるザ・タイムアクアみたいなやつを使ってて、で本当にズボラで適当なんですけど、私は普通にお風呂上がってから化粧水をつけます、で乳液をつけます、で次の日めっちゃ大事なライブとかっていう時はこういうウィーンって角質を取ったりするやつをやったりするんですけど、それはいつもやってないからエブリデイスキンケアとはまた違ってるのであんまり省くんですけど、大体の日はもう化粧水塗って乳液塗って美容液塗って終わり。もう全部、しかもイプサのラインで揃えてます。もうこれ以上に何も言うことがないので毎回聞かれるんだけど、本当これなの。昨日なんて私カラコンとメイクしたまま寝てますからねだから本当に真似しないでください。皆さんは質問ですが、ブランド立ち上げから今までこれだけはしんどかった、辛かったと思ったことを一つ挙げるとしたらどんなことですか。皆さんにね、全てをお見せしてきていると皆さんもお思いでしょうが、お蔵入りになってるものがいくつかありまして、なぜか山の中を裸足で走ったんですよその映像は一生出ることがなく、もう終わっていくのかなって私は思っているんですけれども、寒い中しかもタンクトップとか着て、しかも山の中だからね、アイロンも使えなくてコンセントもなかったんですよ。それがやっぱ一番しんどって思ったかもしれない。それがしかも表に出てないということが、私は本当に耐えられない、本当に耐えられないんですけど、なんか絶対いい映像になるからということでそれをやったはずなんですけどね。どっかで出しますね。はい、その日を待ちわびながらこの動画は終わりたいと思います見てくださってありがとうございました。またマシュマロの募集はずっとツイッターでやってるので、私のツイッターの、ビオランから飛んでいろいろ書いてくださったらなと思います。今回はあんまりえげつないのがなかったので、よかった、美味しくマシュマロをいただきました。ごちそうさまでしたということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。